日本鹿児島県薩摩仙台市家道院長、イムタ家道院長イムタは、鹿児島県薩摩仙台市の大技。旧伊佐郡イムタ号イムタ村、南伊佐郡イムタ村大技、イムタ、薩摩郡家道院長大技イムタ。郵便番号は895-1502。人口は1124人、世帯数は553世帯。イムタという地名は、イムタ池の沼地部分に、 いグサが多く生えていたことに由来している。薩摩仙台市の東端部に位置する。阿座駅の北方には、薩摩仙台市家道院長ベタ。北方から東方にかけては、薩摩仙台市家道院長かみて、東方には、愛らしか盲町に死の浦南方には、愛らしか盲町白男。南方から西方にかけては、薩摩仙台市入木町裏の名。西方には、薩摩仙台市入木町、添田 薩摩町、久富木がそれぞれ接している。麻井木内には2005年11月8日に特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約に登録されたイム体ケがあり、周辺に霊体形成植物群落が形成されている。南部を東西に鹿児島県道42号川内加治き線、中央部を鹿児島県道405号、 久吹井無田線が南北に通っており、東部を鹿児島県道51号宮野城岡敷線が南北に通っている。県道51号より東方に鹿児島県道396号薩摩家道院線が分岐している。また南部には井無田温泉が所在している。井無田という地名は室町期より見え薩摩国家道院のうちであった。 室町期の応援七年頃はに、渋谷家道院氏七代江の次男重機が、伊武タ里の領主となり、伊武タ氏を称したとされている。室町期に、島津氏と渋谷氏は激しく抗争しており、島津忠政によって使わされた、調査領主の島津忠安が攻め、伊武タ城が落城し、その後伊武タ氏が断絶した。その後は、公領となった。江戸期には、 薩摩国伊佐軍のうちであり、河山市の資料として統治され、領主狩野をイムタ小学校の位置に置いた。また、薩摩藩の会場制度においては単独でイムタ座等を構成した。村高は、天保郷町では1,118国余り、急行給料では1,696国余りであった。1889年には、町村政志向に伴い江戸期の村である。 イムタ村の区域の全域より単独で自治体となり、イムタ村が発足し、イムタ村の全域がイムタ村唯一の大技、イムタとなった。当初は南伊佐軍に属していたが、1896年に南伊佐軍が薩摩軍に編入したため、薩摩軍のうちとなった。1955年にイムタ村が大村、黒木村と合併し家動院町の大技、イムタとなった。 2004年に、手動委員長が、川内市、東郷町、入木町、日脇町、里村、上古式村、下古式村、鹿島村と新設合併し、薩摩仙台市となり、従来の大あざなに、休日対名を冠した者を、お、イム田小学校公共教育郵便局私立小中学、校に通う場合、学区は以下の通りとなる。県道、 ありがとうございます。